それからしばらく経ち、コンクール当日がやってきた。会場はにぎわいににぎわっており、至るところに有名な業界人の姿がある。あ、緊張しながらもしばし歩を進めた私は、自分が作った服を見つける。それは青いワンピースだったのだが、え？近づいてみた私は愕然とする。どう見ても私が作ったワンピースなのだが、私が作ったものではない。どういうことなの？これ。細部が微妙に異なるだけで、そこにあるのは私が作ったものと瓜二つのワンピース。正直、言われなければ誰も気づかないレベルの酷似具合だ。そしてこの後、事態は予想外の方向に加速していく。手術の後、リハビリも兼ねて向こうで生活してたの。私が彼女と出会ったのは、ちょうど小学校1年生の時だったと思う。クラスメート、ご近所さん。彼女はそのどちらでもなかった。多分こんな出会い方は他にないと思う。それほどまでに私と彼女の出会いは変わっていた。頑張るんだよ。おじいちゃんたち待ってるから。7歳の時、私は祖父母の見送りを受けながら、両親によって病院へと連れて行かれた。なぜ両親も祖父母も暗い顔をしているのか、その時は全くわからなかった。しばらくはここで暮らすから。父はなんだか申し訳なさそうな顔だったが、私は対照的に嬉しくなっていた。憧れのベッド。いつも畳の上に敷かれた布団だったから、私は本当に嬉しくなってしまったのだ。部屋は清潔感にあふれていたし、見たことのない機械ばかり。そのどれもが私の好奇心を強く刺激してくれた。あらあら。そんな様子を見て、母は思わず苦笑していた。そんな母が出したお絵描きセットや画用紙を見て、ここで描いていいの？と私は驚いてしまう。にわかには信じられなかった。こんな綺麗な部屋を用意してくれただけでなく、好きなだけ絵を描いていいだなんて。ええ、好きなだけ描いていいのよ。入院、そして手術。その意味を全く理解できていなかった私は、それこそ遠足に行くかのような気持ちだったのだと思う。病院とは、怪我をしたり病気に苦しむ人が行く場所。まだ幼い私だって、そのことは理解していた。でも、なぜか私は、それと自分を紐づけていなかった。このままずっと、ここにいたい。仕方ないな。それはともかく、病院では静かにするんだよ。父とそんなやりとりをしている時だ。向かい側のベッドのカーテンが開く。こんにちは。私は、こんにちは、と反射的に挨拶した。声をかけてきたのは、痩せ気味かつ色白の女の子だった。名前は、サキというらしい。サキは私よりも二つ年上。だから、小学三年生なのだが、生まれつき体が弱いため、入退院を繰り返しているそうだ。サキからは、前向きなエネルギーが全く感じられなかった。
いつもうつむいていたし、人生に何の楽しみも抱いてはいないようだった。どうしてそんなに辛そうなんだろう。子供特有の残酷さからか、私は真剣にそんな風に思ってしまった。サキのような人間を見るのは初めてだった。お友達ができて嬉しい。ずっとクマちゃんしか友達がいなかったから。少し照れくさそうな仕草で、サキはそんな風に告げた。彼女のベッドの上には、その通り、クマのぬいぐるみが置いてある。こうして私たちは、良き友人となった。起きている時は、ずっと話したり遊んだりした。正直、他にやることなんて何もなかったわけだが、サキとの関わりを通じて、私はいろいろなことを学んだ。学校に行きたくても行けない人間がいること。なかなか治らない病気に苦しみ、普通の生活を送れない人がいること。それらを目の当たりにした私は、最初少なからぬ衝撃を受けた。こんな人が世の中にいるのか。そんな風に思ったし、そういうことを全く知らなかった自分が恥ずかしくなった。大丈夫だよ。気にしないで。もしかすると、無意識のうちに、先に何か嫌な思いをさせていたのかもしれない。だが彼女は、それらを口には出さなかったし、私との時間を楽しいと言ってくれた。私はその言葉に心から救われたように思う。一ヶ月後、サキがいてくれたおかげで、入院生活はあっという間に終わった。手術が怖くないと言ったら嘘になるが、麻酔で眠っている間に全てが終わっていた。よかった。本当によかった。両親は、私の手術がうまく終わったことを喜んでくれたが、誰よりも喜んでくれたのはサキだ。彼女はまるで自分の病気が完治したかのように喜んでくれた。サキちゃん、大丈夫？そして退院の日を迎えたわけだが、サキちゃんはどうにも元気がない。その理由は一体何なのか。私はそれをちゃんと理解していた。私が退院する。それはすなわち、サキが再び一人ぼっちになるということを意味していた。彼女は決して社交的な人間ではないし、この病棟には近い年齢の患者もいない。うん。元気出してよ。退院したらまた一緒に遊ぼう。約束だから。約束。それは小さな指切りだった。必ず、必ずまた会おうね。帰りの車の中で私は泣いた。サキと離れ離れになってしまうことだけでなく、サキが病院に一人ぼっちになってしまうことが辛かったのだ。今のようにテレビ通話ができる時代でもない。一度離れてしまったら、あとはもう向こうが退院するか、こちらからお見舞いに行くしかない。やがて私は学校に戻った。最初こそぎこちなかったが、そのうち私には元通りの日常が帰ってきた。入院していたことだって、早々に忘れてしまったものだ。ただ、私は数十回にわたって、サキと手紙のやりとりを行った。毎月、そろそろかなーと期待に胸を躍らせたし、彼女からの返事は大切に保管した。しかし、
私の方からお見舞いに行くことは許されなかった。手紙によると、病気の症状が悪化。それによって、面会が許されなくなっただけでなく、病でボロボロになった姿を私に見られたくないとのことだった。そんなの、私は気にしないよ。サキがどんな姿になっていようが、私は一向に構わなかった。どんな姿になっていても、サキは私の大切な友達だ。だから、今すぐにでもお見舞いに行きたかったが、それでも彼女を傷つけるのは本意ではなかった。私は先に幸せになってほしかった。だが、その時の私は自分のことばかり考えていたのだと思う。2年後、手術のためアメリカに渡るという連絡が先から届いた。成功するかどうかわからない手術。それに直面したサキは、文章からでもわかるほどに怯えていた。大丈夫だよ。絶対成功するから。私にできるのは、ただただ文章を通じて励ましの言葉を送ることだけ。そして、毎日神様にお願いした。サキの手術が成功するように。また彼女と会えますように。しかし、さっきからそれ以降、手紙が届くことはなかった。どれだけ待っても、帰ってくることはなかったのだ。もしかすると、海外にお引っ越しをしたのかも。きっと元気でいるわよ。そうだといいんだけど。やがて、自然消滅的な形で私たちのやりとりは途絶えた。私は高校生となり、環境も人間関係も一変した。サキとの思い出も遠い記憶の彼方に消えつつあった。それでも私はしばしばサキが元気でいることを祈り続けていた。手術、成功していたらいいな。サキはどこかの土地で元気に生きている。そのことをふと祈ったものだ。高校を卒業した後、私は服飾関係の専門学校に進学した。前々から絵を描いたり、何かをデザインすることが好きだったからだ。コンクールの話聞いた？専門学校での生活にも慣れてきたある日、私はクラスメートから突然声をかけられた。ただ私は何のことかわからず、何それと返してしまう。これか。その日の帰り道、私は校庭の掲示板を確認してみた。そこにはクラスメートが言った通りのコンクールの告知が。応募条件は、今デザイナーとして働いていなければ誰でも OK なのね。要するに私も応募できるわけだが、それはそれとして尻込みしてしまう。なぜなら過去の受賞者は有名なデザイナーばかりだったからだ。正直、こんな人たちと同じことができるわけがないと思う。でも、やってみようか。私は挑戦してみることに決めた。根拠なんてどこにもなかったが、せっかくだし挑戦したいと思ったのだ。それからしばらく経ち、コンクール当日がやってきた。会場は賑わいに賑わっており、至るところに有名な業界人の姿がある。あ、緊張しながらもしばし歩を進めた私は、自分が作った服を見つける。それは
青いワンピースだったのだが、え？近づいてみた私は愕然とする。どう見ても私が作ったワンピースなのだが、私が作ったものではない。どういうことなの？これ。細部が微妙に異なるだけで、そこにあるのは私が作ったものとうり二つのワンピース。正直、言われなければ誰も気づかないレベルの酷似具合だ。久しぶり。一体どうしたものかと困っていたとき、突然背後から声をかけられた。弾かれたように振り向いた私は、そこに立っていた人物を見て驚愕する。まさか。自分が何を見ているのか信じられなかった。そこにいたのは一人の女性である。さきちゃん？私は彼女の姿に見覚えがあった。いや、正確に言えば、元気に成長していたらそうなるであろうという彼女の姿だ。どちらからともなく、私たちは歓喜の声を上げた。そして抱き合い、久しぶりの再会を祝い合う。もしかしてこれ、サキちゃんが作ったの？ええ。まさかこんな未来が、こんな再会が待っているとは予想できなかった。本当に嘘のようだし、夢のような現実。手術の後、リハビリも兼ねて向こうで生活してたの。そっか、そうなんだ。これは盗作ではないか？私たちが作ったワンピースはそんな風に疑われたが、私とサキは審査員に事情を説明した。その結果、特例的に私とサキは同時受賞を果たすことになる。数年後、専門学校を卒業した私は、サキと組んでデザイン会社を立ち上げた。学生時代にデザインしたワンピースが高い評価を受けたこともあり、依頼や仕事の相談はひっきりなしである。多忙な毎日で、毎日あたふたしているありさまだ。だが私はそれを苦とは思っていない。サキとの空白の時間を埋め合わせることができている。むしろ充実感さえ感じているのだった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。